はい、ということで皆さんこんにちは、パクセレンでございます。本日やってきておりますのは JR 東日本東海道本線の品川駅でございます。本日はほぼ最長復帰プの旅第18日目、復路5日目ということで、本日からいよいよ、最終盤じゃないですけど後半戦にこれから入っていくことになります。本日は、ここから特急列車とそれから新幹線を乗り継いで名古屋まで行くわけですが、乗ります列車はこちら、11時8分発特別急行サフィール踊り子1号伊豆急下田駅です。この特急サフィール踊り子号はかつて運転されていた特急スーパービュー踊り子号、それを置き換える形で2020年のダイヤ改正から営業運転を開始したそのような特急列車なんですが、実はうちのチャンネルで紹介するのは今回が2回目になります。去年の7月に熱海から品川までサフィール踊り子のプレミアムグリーン車乗りましたけれども、本日はこの特急サフィール踊り子号のグリーン車に乗って熱海まで向かっていきたいと思います。でなんで品川から乗ってるのかと言いますとですね、これ東京から熱海まで乗ると営業キロ数が100キロを超えてしまって、そして特急料金がとんでもなく高くなってしまうんですね。しかし品川から熱海まで乗車すれば、これ特急料金が乗りたエクスプレスと並走してきましたね、それはいいんだけど、これ品川熱海間で乗りますと営業キロ数がだいたい 97. 何キロとかでギリギリこれ100キロを切るんですね。で JR の特急料金っていうのは100キロを境に大きく変動することが知られており、これ確か今回はですね、品川から、ずっと熱海まで乗っていくわけですが、特急料金これグリーン車2500円ということになっています。なので今回はね、じゃあどうせ東京から品川に乗車駅を変更するだけでそんなにも安くなるんだったら、確か1400円ぐらい安くなるんですよ。1400円安くなるんだったら、じゃあまあ品川から乗った方がいいよねということで、今回はこの品川からサフィールに乗っていきます。よろしくお願いします。時刻は11時8分、特急サフィール踊り子1号伊豆急下田駅は時刻通り品川駅を出発していきます。この先横浜、熱海、伊東、伊豆高原、伊豆熱川、伊豆稲取、河津終点、伊豆急下田の順番に停車をしていきますが、僕が今回乗りますのは熱海まで。正直言ってね、伊豆急下田とかまで全区間乗ってみたい気はするんですけど、それはまた別の機会にということで、今回は熱海でおります。以前ご紹介したプレミアムグリーン車、あれはもう1プラス1とかいうとんでもない座席配列になっていましたが、こちらはご覧のように、常識的な1プラス2の座席、これでも十分快適です。伊豫系新幹線や、それから JR 四国の特急潮風号8600系などで使用されているグリーン車と全く同じものが使われていて、この辺りに関しては新しくデザインするということは、コスト削減の観点からしなかったんだろうと思いますが、これでも十分快適です。十分ね、これでも素晴らしい車だと思いますよ。僕はね、このグリーン車の座席すごく好きなんですけど、皆さんどう思います？座席のね、この形状とかが新幹線とかと似通っているというか全く同じだっていうのは、確かにオリジナリティがないという観点ではあまりいいものではないのかもしれませんけど、でも快適だからね、別に快適なもんはいくら増殖してくれても問題はありませんから。リクライニングはボタンを押して止まるまで倒しますが、ちょっと後ろのお客さんにね、迷惑になってしまうんじゃないかっていうぐらい倒れますので、そこそこの角度で止めておくことにしました。それから枕はご覧のように可動式、最近の特急列車のトレンドですよね。これはね、 JR 東日本の特急ではだいたいいつもこんな感じと、こういう可動式の枕が装備をされております。それからこちらはですね、読書といるのかなと思ったんですけどね、でも多分伊豆の踊り子とか読むときに、こういうのは必要になるでしょうから、ないよりはあった方がいいですよね。それからこちらには巨大な背面テーブル、シートピッチが広いので、このように自分の方に手前に引き出してくることもできるはずです。多分ね、できると思うんですよ。ほらほら、できますね。これは新幹線のグリーン車と全く同じ構造です。ここにお弁当とかをね、広げて、そして伊豆までの楽しい時間を過ごすこともできます。あと、それからね、もう一つ、こっちか、反対側、この肘掛けのところにね、こういうインアームテーブルも装備されているんですが、小さ！なんだ、こんな小さいのかと。でもね、別に背面テーブルがあるので問題ありません。手元にね、お酒とそれから簡単なおつまみを置いておきたいときにはこれを使うといいということなんだろうと思います。背面テーブル、こうやって見ると本当に大きいんですよね。それから簡単な網ポケットと、それからこういうペットボトルホルダーもあります。足元は非常に広々しており、フットレストはありませんが、しかし自分の足元から出てくるレッグレストがあって、これで快適な姿勢を取ることもできます。個人的にはフットレストよりもレッグレストの方が、あまり好みではないんですが、でもね、ないよりはあった方が嬉しい。
やはりですね、非常に快適、素晴らしいな。だから個人的にはね、正直言っちゃあれなんですけど、プレミアムグリーンよりこっちの方が素晴らしいと思いますね。うん、快適性としてはね、正直プレミアムグリーン車の方は川張り座席になっていて、ツルツル滑って、確かに豪華っちゃ豪華なんですが、あんまり落ち着かないかなというのが、まあ個人的な印象だったんで、それと比べればこちらは布張りで、しかも割とね、自分の体にもフィットしてくれますから、すごくありがたい存在でした。なお、このサフィール踊り子号は、この網棚がこのガラス張りになっているほか、天窓があって、空から差し込んでくる光を存分に浴びることができるようになっています。スーパービュー踊り子号はね、天井まで回り込むような非常に大きな窓が売りとなっておりましたが、このサフィール踊り子号でもちょっと姿形は変わりましたが、しかし同じようなこの天窓が採用されていて、個人的にはすごく嬉しかったですね。しかもこの日はこのように素晴らしいお天気でしたから、どんどん車内に太陽の光が入ってきます。まあそれでもちょっと眩しいなと感じた時には、こちらのブラインドを下げればよろしい。しかもこれがね、結構遮光性が高くて、もう全然外の明かりが入ってこないんですよ。これはいいですね。なんか最近の特急列車のブラインドって割と遮光性高いもんが多いんですけど、これはね、その中でも特に素晴らしいもんだと思いました。車内の雰囲気も非常に落ち着いていて、やっぱグリーン車は違うなと思いましたね。本当にこれはね、素晴らしいもんでしたよ。全車グリーン車指定席の特急いらっしゃって言うとね、ああそういうのはお金持ちが乗るもんなんでしょ、はいはいみたいな、そういうリアクションされる方結構いらっしゃると思うんですけど、でもね、これは本当に2500円払って乗る価値ある特急列車だと思いましたね。うん、この品川熱海間だいたい1時間ちょっとなんですけど、1時間ちょっとで、ね、2500円払ってこの素晴らしい座席にかけることができる、こんなね素晴らしい2500円の使い方はないと思いますんで、皆さんもね、ぜひサフィール踊り子号一度は乗ってみるといいと思いますよ。列車は今鶴見川を渡って横浜市内に入ってきました。すぐ横を走っているのは横須賀線。昔のラインカラーのその帯がね、今でもこの転落防止ホロに残されているのがこの217系の特徴です。列車はまもなく鶴見駅を通過、京浜東北線の各駅車電車を追い抜いていきます。日常の光景を非日常の車内から眺める、ここまで贅沢な体験は普段ではなかなかすることができません。車内非常に贅沢なんですが、こちらには大きな荷物棚が用意をされております。成田エクスプレスみたいに暗証番号方式ではありませんが、しかし伊豆方面、大きなスーツケースを持って旅行に行くお客さんも多いだろうということで、このように新しく荷物置き場が設定されました。これは同じ区間を走っている E25 なんだけど、特急踊り子号でも簡単な荷物置き場が設定をされたんですが、しかしこちらはそれよりもかなり大型です。いやー、これはねありがたいですよ。やっぱね、こういう大きな荷物置き場というのは観光特急にとってなくてはならないものです。そして列車はもうずっとなんか鶴見あたりからね、横須賀線のあの電車と並走して走ってきたわけですけれども、横浜に到着。品川から乗ってきたお客さんもまあそれなりにいたんですが、やはりこの横浜から乗ってくるお客さんの方が多かったですね。この横浜には京急や東急東横線、相鉄線、それから横浜市営地下鉄などなど様々な路線が乗り入れてきてますから、そういった私鉄地下鉄沿線のお客さんたちがね、この横浜までそれらの路線でやってきて、そしてここでサフィール踊り子に乗り換えて、じゃあ伊豆方面にお出かけしようということで使っている人、多分それなりにいると思うんですよね。結構ね、これはいいもんでしたよ。そして戸塚を通過すると、東海道本線の最高時速、線路側の最高時速が110キロから120キロに上がります。先ほど大船を通過したところですね。ここから先はしばらくの間直線区間になりますから、非常に素晴らしく、こんなぶっ飛ばすのかとちょっとびっくりしたんですけど、多分ね120ギリギリまで出してたんじゃないかな。サフィール踊り子号で一番飛ばすのがこの大船から多分平塚にかけての区間なんじゃないかなと思います。今度列車は辻堂の駅を通過していくところ、まあ、辻堂の通過なんてね、別に快速アクティとか湘南新宿ラインの特別快速みたいなのでも体験できるわけですが、やっぱりこのサフィール踊り子の車内でこのように東海道線の駅をどんどん通過していく様子を見るっていうのは、これはもうこれ以上ない贅沢だと思いますね。特に僕みたいな神奈川県の湘南エリアに住んでる人間にとっては。さて、車内販売が回ってきました。ちょっとね、凍りついていてなかなか読めないんですが、マンゴーのねアイスクリームを買いました。サフィール踊り子号では4号車にカフェテリアがあって、そこでいろいろね食事を取ることもできるんですが、それ以外に車内販売も充実しています。美味しそうなオレンジ色、いやいいですね。もうなんかこの動画作ってるの実は12月なんですけど、これでもねお腹空いてきますわ。わあ懐かしいな。またサフィール踊り子に乗ってこのマンゴーソルベ食べたいなってぐらいには今お腹空いてますね。この付属品の木のスプーンを使って、そしてこのマンゴーソルベを食べるわけです。マンゴーソルベいろいろ書いてますけれども、確かこれね伊豆のどっかの会社が作ってるやつだったんじゃないかなと思います。この車内のこのワゴンにね冷凍庫が乗ってますんで、それでキンキンに固められたこのソルベ、ほんと硬かったですよ。なんでこの木のスプーンなんだと思いましたね。正直ね、プラスチックで十分ですよ。新幹線すごく硬いアイスについてくるプラスチックの、あれでいいですよね。パクリ。
美味しい、素晴らしいですね。もうなんか全然美味しそうに食べてる感じしないかもしれないけど、僕ねそういう人間なんですよ。なんかね美味しいもん食ってもね全然美味しそうに見えないの。そしてねこれほんと硬いんですよ。新幹線すごく硬いアイスより硬いんじゃないかなっていうぐらい硬かったですね。この木のスプーン折れちゃうんじゃないのっていうぐらい硬かったんですけど、でもねそれが気にならないぐらいには美味しかった。いや本当は気にするべきことなんでしょうけど、それをねあ別に気にしなくてもいいかなって思っちゃうぐらいには美味しかったですね。本当に美味しかった。皆さんもぜひサフィール踊り子に乗ったらこのマンゴーアイスね、ぜひ一度お召し上がりになることを強くお勧めしたいと思いますと言いたいところなんですけど、あのねやりすぎるとこうなるから皆さん気をつけてくださいね。あのご覧のようにスプーンが折れましてございます。最悪だよこれ、どうやって食えばいいんだって感じなんですが、まあ、その後ですねこの折れたあの柄の部分を使って頑張って食べました。さて列車はさらに西へ進んできまして、画面の正面に見えておりますのは富士山です。こういうねあの、まあ、今日9月の真ん中ぐらいでしたけど、やっぱり暑かったんで富士山見えないんじゃないかちょっと心配していたんですが、頂上付近だけ過労して見ることができました。こういう風に雲の取り巻きによって富士山が姿を隠してしまうというのが夏の富士山のあるあるなんですが、今日に関してはすごくよく見えましたね。さあそしてまもなく列車は小田原を通過、新幹線に追い抜かれながらこの小田原を通過していくわけですが、大して新幹線に対する劣等感は感じません。なんせあの新幹線に乗っているお客さんたちよりも圧倒的に贅沢な時間を我々サフィール踊り子1号の乗客が感じているからです。確かにサフィール踊り子号はスーパービュー踊り子と比べると接客のレベルは相対的に下がっているかもしれませんが、まあ、しかし素晴らしいサービスが提供されているということ自体はね変わりません。しかも途中の駅をすごい勢いでどんどん通過していってくれるし、駅によっては先行の列車を抜くということもあります。こんなね素晴らしい体験をさせてくれるサフィール踊り子号を作ってくれた JR 東日本には本当に感謝ですね。そして小田原を抜けると今度は海が進行方向を向かって左側に見えてくるようになります。今回僕は進行方向を向かって右側の座席を選択しましたから、その海をね間近で眺めることはできなかったんですが、しかしこれですね、このトンネルを抜けて車内に光が入ってくる、そうこのね対比というのが非常に素晴らしいわけですね。このサフィール踊り子号に乗ったらね、ぜひあの側面だけではなくこの車内全体を見渡せるような座席を選ぶことを強くお勧めします。この天窓からね光が入ってくるこの瞬間が本当に素晴らしいんですよ。もうねぜひこの感動の瞬間とついつい呼んでしまいたくなるような素晴らしい光景をこの動画をご覧の皆さんにも体験していただきたい。しかもねこれ本当にすごいのは、これスーパービュー踊り子自体とグリーン車に関しては特急料金変わってないんですよ。あの個室とかね、それからあのプレミアムグリーンに関しては多少の変動は多分あると思うんですけど、しかしこの通常のグリーン車に関してはスーパービュー踊り子自体と全く料金に関しては変わっておりません。しかもスーパービュー踊り子自体と比べて圧倒的にグリーン車の座席数は増えているし、 Wi-Fi もあるしコンセントもありますから、車内で携帯電話を充電しながら伊豆の観光情報について調べることもできますし、それからねサフィール踊り子号の車内で僕の動画をご覧になることだって簡単にできます。ですから本当にねあのサフィール踊り子号はスーパービュー踊り子の介護官だみたいなことを言ってる鉄道マニアいるんですけど、正直ね僕は全然そんなことはないと思いますし、なんならサフィール踊り子号はスーパービュー踊り子号30年間の歴史の中で見つかった課題、それを全て解決させた素晴らしい特急列車だと思います。サフィール踊り子号がねむしろスーパービュー踊り子号に対する15巻的な存在だと僕は思いますね。列車は真鶴駅を通過、あと約10分ほどで次の停車駅熱海に到着します。いやー正直言ってねもうちょっと乗ってたい気もするんですけど、でもしょうがありません。もう熱海に着いてしまいました。熱海から先東海道本線を離れ、この特急サフィール踊り子号は伊東線伊豆急行線に入り、東伊豆海岸線を伊豆急下田まで南下していきます。この熱海から乗ってくるお客さんもそれなりにいるんですが、彼らはおそらく東京方面から新幹線に乗ってこの熱海までやってきてサフィール踊り子に乗り換える、もしくは名古屋大阪方面から新幹線に乗ってこの熱海までやってきてサフィール踊り子に乗り換える、まあこのどちらかなんじゃないかなと思います。スーパービュー踊り子時代にはそのスーパービュー踊り子号に熱海駅で乗り継ぎ割引が適用されて特急料金半額みたいなこともやっていたんですが、今ではそういった制度というのはもう完全に廃止をされてしまっております。さあやってきましたよ熱海。この間の時は下り列車、上り列車でしたけど、今度は下りでサフィールでね熱海にやってきました。やっぱ快適ですわ、いいね。もう伊達にローレル賞取ってませんわ。まあさすがにブルーリボンはねもう火の鳥がいたから取れなかったけれど、でも素晴らしくいい特急列車でした。まあスーパービュー踊り子がもう長くなって2年ぐらい経ってますけど、いやでもいい列車でしたよ。皆さんもぜひあの熱海それから伊豆方面お出かけの際にはまあ普通の踊り子号でもいいと思うんですけどね、サフィール踊り子号も乗ってみてください。扉が閉まりまして特急サフィール踊り子1号伊豆急下田駅は熱海を出発です。この熱海からね東海道新幹線から乗り換えてサフィール踊り子に乗るっていう人もいますんで、多分僕の座ってた座席にもこっから人が乗ってきてるんじゃないかなと思いますけれども、やっぱ混んでるね。今日ただの金曜日のはずなんですけどすごい混んでんの。サフィールっていつもこんな感じなんですかね。隣には黒船電車も停車中ということで、今回は伊豆の新たな名物特急サフィール踊り子号についてご紹介をしてまいりました。
まあ、なかなかね、あの全車グリーン車ということで乗るハードルはちょっと高いんですけれども、まあ、ぜひね、使ってみてください。ご視聴くださいましてありがとうございました。